私はダメ男製造機と友達に言われています。2年前に14年間の結婚生活を終えました。元旦那は結婚してからどんどんダメになって構わないと切られました。依存がどんどんひどくなっていき、構わないことに切れて離婚を切り出せる離婚しました。今は新しく彼氏ができて、幸せですが、また旦那さんをダメにしないか心配です。なんでダメ男製造機と言われるのか自分でわかりません。軽くしてアドバイスいただけると幸いですということなんですが、男をダメにする女っていうのの特徴っていうのは結構研究で出ておりまして、これは誠実性が低い人っていうのが実は男性をダメにするんですよ。アゲマンの特徴っていう研究があるんですけど、これによるとアゲマンの女性っていうのは、いわゆる誠実性が高い、コツコツ自分が物事を続けたりとか何かをこうやっていくみたいなものが上手い人っているんですけど、こういう人のをですね奥さんにも、ですねすると、男ってあのいわゆるこうその影響を受けて誠実性が上がるので、仕事に対してもコツコツやるようになるんですよ。でこれでやっぱりあのいわゆるこうあの旦那さんが出世するんで、アゲマンっていう、考え方があるわけなんですね。だからご自分の誠実性を高めてあげればいいんじゃないでしょうか。誠実性を高めるための方法としては、それこそ小さい習慣をいっぱい作るとか、自分が何か10年とか20年とかじゃないけれども長く続けているような、まあ、趣味とか行動とか活動とかを作るとか、そういうことをやって誠実性を高めることはいろいろできるんじゃないかなと思います。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。